大事にしてるんですが、特徴としてはね、こちらのゴールドの、ギブソンのペグがついてます。そしてね、こちら、ヘッドをね、面取り加工してます。かっこいいでしょ。そしてね、なんといっても一番の特徴はね、音がね、ちょっとセミアコっぽいんですね。今日ね、お茶の水にございます、G クラブ東京さんでね、メンテナンスしていただいたんですが、まあ大変に、いい音に仕上げてくださいました。よくね、先行配信で配信させていただいてます、あのボウマリさんのね、ノーマンノークライ、よくこう弾くんですけどね。恥ずかしい話なんですけどね、びっくりすることにブリッジが逆についてました。でね、五等星のね、あのブリッジなのかと思ったら、これギブソンのブリッジだそうです。これ、ね、非常に高価な、いいものだそうで、全部ね、オクターブチューニング、そしてあのフレットの、すり合わせ、そして弦高調整、いろいろね、作業していただきました。本当にありがとうございます。本当にね、びっくりするぐらいいい音になりましたね。特に6弦のね、6弦のね、このナットね、この部分がね、低いなと感じてたんですよ。特にこういう時にね、1弦が低すぎちゃって、こういうこれがもうビビってたんですよ。これがね、ものの見事に解消しました。よくね、僕6弦からこういう風にね、クロマチックでっていうフレーズ弾くんですけど、ここがね、これがね、スムーズに音が出なかったんです。いやー、ギターへったくそだなと思ってね、来る日も来る日もね、このギターと格闘したんですけど、結局ね、6弦のナット部分ね、ここの修正をしていただきました。で、ナットの高さが上がったんでね、結果的に弦がね、すごく、いい感じで、高さも稼げましたし、当然ね、こちら側逆についてたんで、とんでもない音はしたんですけど、これもひっくり返して、高さも、ギブソンの規定値に合わせていただきました。こちらね、グレコのレスポールなんですけど、
もうね、これは値段のつけようがないですね。まあ、おそらくそんなにもともと高いギターではなかったと思うんですが、なかなかこんなに。すごい気に入ってます。明日はね、ゴールドドップのね、レスポールのペグが届くんで、それのね、交換をしたいと思います。本日ご紹介したのはね、こちら、グレコ製のスペシャルカスタマイズされてます、レスポールでした。とっても気に入ってます。それではね、よし、行こう行こう。また次の動画でお会いしましょう。See you next time です。